朝食、朝身という言葉がございまして、まあ、身を整え、息を整え、心を整えといったところを、まあ心がけていただけたらというふうに思います。やっぱ一番毎年感動するのはやっぱ芽が出た瞬間ですよね。最初はもう本当に小さな一つの種だったのが、まあ、この土、太陽、水、ね、そういう自然にの中で自分の種が本来持っている力でこうぐっと育ってくるっていう、その第一歩目の発芽を見るっていうのは本当に楽しい感じがしますよね。私たち人間ですけど自然の一部なんですから、うん、その中で植物のこの風土の中で私たちは育てられてる、うん、だからそういうふうな循環で回ってるんで、自然なものをいただくっていうのは一番理にかなってると思います。自然の中でやっぱし暮らさせていただけるっていうことは気持ちも豊かになります、うん、そういうふうな感じでゆったりといろんなものが、地域の皆さんと一緒にいろんなものがここから発信できていけたらいいなっていうふうな感じで、この自然のありがたさ、そして皆さんと分かち合っていきたいと思ってます。